はい、お待たせいたしました。デュエルですね。デュエルのタイムが来ました。遊戯王新デュエルモンスターズ2継承されし記憶ということで、こちら解説に来ていただいております。ひじきさんです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。初めましての方は初めまして。今年の1月ですね。今年の1月の AGDQ の日本語ミラー配信、ポケモンプラチナの時間をご覧になっていた皆様はお久しぶりでございます。ひじきと申します。私の紹介ですけれども、この作品 RTA とは行っておらず、プレイも相当昔にやった状態でして、あらすじ等をしっかりちょっと調べ直してきたので、一応知識は一通り頭に入ってはおりますが、ちょっと深いところとか RTA 的な知識の解説はうまくできないかもしれないです。申し訳ございません。できる限り、自分でできる限りでしっかり解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。とこちらのタイトルは、とこちらの作品の解説をさせていただきます。こちらの作品、遊戯王新デュエルモンスターズ2継承されし記憶は2001年9月 6日、コナミ、現在のコナミデジタルエンタテインメントさんですね。こちらより発売されたプレステ2用のソフトになります。こちらのジャンル、対戦型カードゲームとなっております。キャラクター、モンスターデザイン、シナリオ原案はおなじみの原作者、高橋和樹氏ですね。こちら海外版のタイトルは遊戯王ザ・デュエル・オブ・ザ・ローゼスとなっております。こちらレースは残念ながらないですね。こちらレースはございません。まだね、5Dとかあの辺の時代のあれではない。こちらちょっとレースはないですね。馬はたくさん出てきますが、レースは今回ないですね。ちょっと時代がですね、こちら中世の時代を背景にした作品になっておりまして、でこちら購入特典として取扱説明書の中に、妖精王オベロン、サイファースカウター、ニュート、デンジミノムシ、リグラスリーパーの5種のうちいずれか3枚が封入されていたという、まあ、時代を感じるソフトですね。昔のゲームとかたくさん特典がついてたりとかするものありましたね。こちらの作品はですね、700体前後すべてのモンスターに 3D モデルのグラフィックが存在しておりまして、非常に高価なゲームとなっています。モデルビューアーとかもありまして、好きなタイミングに好きなモンスターのグラフィックを見て楽しんだりもできますね。もちろんみんな大好きブラックマジシャンガールにもグラフィック存在するんです。とっても可愛らしいですよ。ただこの今回の RTA 登場するかなと聞かれると、ちょっと怪しいところではありますので、気になる方いらっしゃいましたら、もしお手元にねプレステ2動く筐体がありましたら、こちらのソフト購入していただいて、ぜひ楽しんでいただいてもらってですね。こちらの作品がですね、ストーリーモードの解説を続けて行います。こちら作品のストーリーの舞台ですが、今作1455年から1485年頃に史実で実際に起きたバラ戦争をモチーフとした物語になっています。こちらバラ戦争の舞台として、こちら作品のあらすじ読ませていただきます。1480年代イングランド王国、ランカスター家、赤バラ軍と呼ばれる方ですね、とこちらヨーク家、白バラ軍と呼ばれる方が王位継承の争い、バラ戦争を行っていました。白バラ派の圧倒的な優勢が続いており、リチャード3代の恩代を迎えていました。こちら一方で赤バラ派は最後のプリンスであるユギ、正式名称はヘンリー・テューダー、こちら外見が、まあ、作品の主人公である武藤ユギの外見になっています。このユギという王子、フランスでの亡命生活を強いられていました。白バラ派の有力貴族クロフォード家を、こちらペガサスですね。赤バラ派の通常兵力を無力化してしまう怪しげな古代カードを魔術を操る集団、セトと名乗る男と7人の同士、すなわちバラ十字団を配下に雇い入れており、赤バラ側はこれに対抗できるだけの強いデュエルパワーの持ち主がいなかったのです。このイングランド王国にはカードゲームが伝わったばかりでした。そこでイングランドに残った赤バラ派の中心人物、マーガレット・ビーヘン・ボーフォート、こちらクジャク・マイさんですね。このマーガレットさんが赤バラ軍の方でバラ十字団に対抗できるデュエリストを異なる時代からの召喚をしようとした、その召喚の儀式をドルイド構想に密かに依頼したというところから物語が始まります。こちらの作品、主人公がですね、遊戯や海馬といった原作の原創のキャラクターではなく、いわゆるタッグフォースシリーズにおけるコナミ君、まあ、顔のない主人公ですね。もうプレイヤーあなた自身という形になっています。この主人公の設定としては、バラの血統者と呼ばれていて、バラ十字団に対抗するために異世界からサイモンという構想、ドルイド構想ですね、ドルイドから呼ばれた強いデュエルパワーを持っているデュエリストとなっています。こちら姿に関してもゲーム内で直接描写されるシーンがほとんどないですね。
あって白バラエンディングにちょっと出て手が出てくるぐらいですね。本当に全く姿のない主人公となっています。こちらまず赤バラ軍の方からもさらに説明させていただきます。赤バラ軍が、まあ、基本的に遊戯と原作における遊戯とその仲間たちですね。こちらゲーム内で登場してからまた改めて説明させていただきます。そして白バラ軍、バラ十字団を率いているのが原作におけるカイバセト。このゲームではセト、コードネームクリスチャン・ローゼンクロイツという名前になっています。大丈夫ですかね、このお名前は。ちょっとまずいかもしれないですが、ちょっとまずかったらセトの方で統一して呼びますね。まあ呼びやすいですし、セトの方で。はい、セトの方で統一していきましょう、はい、こちらセトが率いる一団がですね、基本的にその原作の方で遊戯に敵対したデュエリストたち、王国編とかバトルシティ編で敵対したデュエリストたちがモデルとなっています。こちらも実際にデュエルをする際に解説していきます。では一度ゲームからちょっと話を移しまして、奏者さんの紹介に移りましょう。今回こちらのゲームを走られる奏者さん、テイラー2022氏でいいですかね、テイラー2022氏、この方がですね、こちらのゲームのスピードランドットコム内での記録がエニーパーセント、今回配信で走られるカテゴリーになります。こちらルールが赤バラルート、白バラルート、両ルートを投資でクリアするクリアの速さを競うカテゴリーとなっています。こちらのカテゴリーで1時間21分10秒で世界9位ですね。かなり速いです。2ルート分やって1時間ちょっとなので非常に速いですね。またこちらの別のカテゴリーである赤バラルートの海を走る、こちらのカテゴリーでは43分5秒で世界4位になります。はい、こちらのタイトル両方通しますね。まず1周目のストーリーを通しまして、1周目のセーブデータから2周目を開始するといった展開で進んでいきますね。非常に奏者さん多いんですよね。結構古いタイトルだし、あんまり人がいないのかなって思って、そのレコードのページを見たら結構な人数の方がいらっしゃって、さらにあのガイドのページの方には実際にこの RT を走るにおけるガイドだったりカードのリストなんかも作ってあって、非常にバックアップの充実しているいいタイトルになっています。遊戯王、国内でだけでなく海外でも非常に人気の高いタイトルですからね。こちら奏者さんのテイラー氏、こちらですね、他にもこのタイトル以外にもメタルギアソリッドシリーズ、ポケットモンスター、ソード、シールド、XY、東神殿、エアガイツ、デトロイト・ビカム・ヒューマンなど様々なジャンル、カテゴリーを走られていらっしゃいます。特にメタルギアソリッドシリーズにおいては様々なカテゴリーに挑戦されておりまして、なんと世界一記録が多数保持されているというすごい方ですね。そう、あのエアガイツを走られてるんです。いや、さすが人気タイトルですね。あのエアガイツです。あのエアガイツです。今回のイベント内でもエアガイツ走られてましたね。あのエアガイツです。そう、ポケットモンスター、ソードシールド、XY、デトロイト・ビカム・ヒューマン、メタルギア・ソリッドシリーズに肩を並べるこのエアガイツですよ。いやー、すごいですね。海外の奏者さんでさえも魅了してしまう、すごいタイトルですね。あ、別のゲームの話になりますので、この辺は切り上げておいてですね。はい。こちらでは、チャートの方解説、軽く触れる感じでしても大丈夫ですかね。先にあの1個質問あったの気になってたんですけど、はい、これルートは赤バラ、白バラ、どちらからでもいいんですかって、はい、質問ありましたけど。あ、はい、申し訳ございません。こちらがですね、赤バラ、白バラ、どちらから開始でも特に問題はありません。大丈夫なんですね、はい。基本的にですね、こちらのゲーム、赤バラルートがですね、ま、ストーリーで先ほど解説したように、非常に赤バラ側が劣勢となっておりまして、最初の面からちょっとデュエリストが非常に相手デュエリストが強力になっているため、通常プレイでも割と白バラからのスタートが好ましいというふうに言われているのですが、こちらのタイトルがですね、なんと奏者さん赤バラルートから開始されているんですね。というのも、そうですね、というのも今回こちらのチャートですね、パスワードによるカードの解放が可能になっております。そのため最初からちょっと強力なカードだったり、そのデッキにシナジー効果のあるカードを解放して、そちらをデッキに加えた状態で少し強化してからスタートができるんですね。このため赤バラルートからでも全く問題なく進めますね。そうなんですね、こちら地形効果というものございまして、後ほど少し切り込んでいきますが、いろいろとですね、種族によってバフデバフがあったり、
属性によって有利不利があったりなど、結構覚えることが多くて大変なタイトルにはなります。豚バラルートですね。こちらちょっと、まあ、本日のお夕飯にいただいていただいてですね。そうですね。本日のお夕飯に。地形効果、海ですね。そうです。海とかございません。月はないかな。そうですね。荒野だったり、平原だったり、山だったり。うんうん、そして、その地形上にいるモンスターの種族によって有利不利が決まります。うんうん、例えば、この地形有利だから、攻撃力がちょっと上がって、移動力も増えるよって。この地形苦手だからちょっとデバフがかかっちゃうよっていうものがありますね。とあとは質問は題、あ、そう、ウイルス地形という非常に厄介な地形もございます。こちらどうやって切り抜けていくのか、しっかり配信の方をご覧になって楽しみになさってください、うんうん、他に質問は大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。チャートの話入っていただければ。ありがとうございます。こちらチャートの方がですね、今回記録動画の方を確認いたしまして、こちらの作品がですね、最初にドルイド層からもらえる初期デッキがですね、主人公の名前によって変化するという性質がございます。こちら記録動画の方、主人公名、アルファベットの A1 文字ですね。A1 文字で入力して、もうタイムに考慮してですね、速度に考慮して。あるある。名もなきデュエリストって感じですごくかっこいいですね。で、こちら、初期デッキがノーブルド・ノワールというアンデッド系のデッキをチョイスされています。こちら、アンデッドデッキがですね、ま、他のデッキもその大体同じようなセオリーで動くことにはなりますが、融合によって手早く強力なモンスターを揃えて、相手のデッキリーダーという、ま、本拠地みたいなものですね、こちらへの攻撃でダメージを稼ぐ立ち回りを狙っていきます。こちらドッペルゲンガーというモンスターカードがございます。こちらのドッペルゲンガーというモンスターカード非常に強力です。召喚した際に相手モンスター、指定した相手モンスター、あ、指定したじゃなく、間違えました。申し訳ありません。こちらドッペルゲンガーですね。そのフィールド上に表示されているモンスターの中で最も攻撃力の高いモンスターの攻撃力、守備力のステータスをコピーできるという非常に強いモンスターになっております。こちら通常プレイですね。通常プレイとても楽しいですね。結構楽しいし、サクッとプレイできるタイトルであります。ただ難易度もそこそこ歯ごたえのあるものになっておりますね。一緒に赤バラルート、パスワードなしで開始した場合は結構歯ごたえがあります。後半からはどんどんカードが整ってきてやりやすくはなりますが、そうですね。あ、画面入りましたね。計測開始タイミングについてこちら説明させていただきます。計測開始タイミングはキャンペーンモード、こちらのストーリーモードの画面ですね。ストーリーモードにのこちら、ルート選択の画面出ております。こちら、ルート選択のボタンを押しましたら、計測が開始されます。計測終了が2周目のラスボスを撃破し、You Win の表示が出たタイミングとなっております。すごいですよね、社長のこの。この瀬戸の鎧すげえですよね。いや、ブルーアイズとちょっとね、浅からぬ縁ですから、彼もね、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、社長といえばね、瀬戸のあだ名的な呼ばれ方してますけれども、海馬社長といえばブルーアイズですね。そう、バラ戦争なの、最終的にこれバラ戦争かってなっちゃうんですけどね。うん、あ、でもバラ戦争。あ、グッドラックです。さあ、開始しました。こちら選択したのは赤バラルートですかね。というわけで赤バラルートスタートしてまいりました。まずオープニングからまずここで説明させていただきます。現れし巨大な力に対抗し封じるもの、白赤の小バラの陣より招かれるというバラのデュエリストの伝承に従い主人公を異世界から召喚することに成功するサイモン、これでローゼンクロイツに対抗できるぞと大興奮しております。こちら、ふと冷静さを取り戻して、自分のことをドルイド層だと名乗る人物、サイモンから自己紹介を受けた後、こちらの名前を聞かれます。おそらく A のままでスタートしてますかね。こちら、互いに自己紹介を終えた後、この世界についてサイモンから説明を受けます。今は1485年、ここはイングランド王国ソールズベリー近郊のストーンヘンジ、先ほどいた場所ですね。このイングランド王国では王位継承をめぐる政党ランカスタ家と暴流リョーク家の大規模な乱が巻き起こっていました。
互いにバラの紋章を身につけていることからバラ戦争と呼ばれる戦争は、現状ヨーク家白バラ側の優勢でことが運んでおり、赤バラ派には白バラ派のヨーク家、引いてはバラ白バラカードを用いた妖術使いバラ十字団に対抗しうる十分な戦力がありませんでした。サイモンはその中で主人公を召喚してほしい、まあ、異世界からの強力なデュエリストを召喚してくれという依頼をマーガリットさんから受けて主人公を召喚したという記述になります。先ほど瀬戸がやってきていたのは白バラ側に主人公をスカウトするためですね。今デッキの編集が行われてますね。そしてこちらパスワードの入力です。パスワードを入力することによって対応したカードが手に入ります。今ワームホールという魔法カードを獲得しました。海外版でもなんて言うんでしょう、魔法とか風とか闇は漢字のまま書かれてるんですね、はい、すごいですよ ね。そのままなんですね、うん、ただ一文字で表記すると英語だとちょっと難しいところがありますからね。そうですね。ただ絵柄はちょこちょこと英語版だと日本語から英語に変わっているものとかもあったりして面白いですね。なるほど、楽しみですね。こちらパスワードが、記録動画からになりますが、パスワードの獲得カードがワームホールという魔法カード、こちらの効果がですね、発動したマスにデッキリーダーをワープさせるという効果になります。モンスターカード、マンモスの墓場、通常モンスター、効果を持たないモンスターカードになります。紫水晶、こちら魔法カードになります。元々の種族がアンデッド族のモンスターに使用すると、ステータスが500強化されます。ドラゴンゾンビ、こちら通常モンスターになります。ニュート、効果モンスターでこちら、バトルで破壊されたとき、周囲1マス範囲のウイルス地形という地形に変化させます。巨大化魔法カードになります。使用対象のステータスを300強化する純粋なバフカードです。荒野、こちらフィールド魔法ですね。フィールド魔法というよりは地形変化の魔法になります。発動マスの周囲2マスを荒野地形に変化させます。大砲だるま、こちら効果カードになります。迷宮壁地形という通常では侵入できない地形がございます。そちらに侵入をすることができるモンスターになります。また侵入した際にその迷宮壁地形を通常地形に変化させることができます。ムカムカ、こちら効果モンスターになります。リバース召喚した際に通常モンスターカード、こちら墓地にあるモンスターカードですね、モンスターカード 300×300 分の強化を受けます。つまり墓地にモンスターカードがまあ2枚あれば600ぐらい入って、さらにたくさん5体も入っていればもう1500と非常に強いカードになりますね。お次はドッペルゲンガー、こちら先ほど紹介いたしました効果モンスターになります。リバースした際にフィールド上で最も攻撃力の高いモンスターの攻撃力守備力のステータスをコピーできます。こちら通常のモンスターカードのみでなく、後ほど解説いたしますデッキリーダーというモンスターにも適用されます。デッキリーダーのモンスター、大体強いモンスターばっかりです。このドッペルゲンガーを召喚して相手のデッキリーダーというモンスターの近くに移動させて攻撃する、それだけで勝負が決まってしまうなんてこともありますね。お次は闇魔法カードになります。こちら地形変化の魔法カードになります。発動したマスの周囲2マスを闇地形に変化させます。ガンロック、こちら効果モンスターになります。こちらのモンスターも先ほどの大砲だるまと同じで迷宮壁地形に侵入可能です。侵入した迷宮壁地形を通常地形に変化させます。オーコワンフ、こちら有名なカードになりますね。結構知ってるよという方多いと思います。こちらのオーコワンフ効果は表表示なら地形に関わらず2マス移動が可能になります。ブルーアイズパスワード、確か存在するかと思います。ただあのブルーアイズですね、今回のデッキシナジーがないのでおそらく登場しないかなと思います。というのも今回アンデッドを軸にしたデッキになっているため、デッキシナジーを考えると、まあ、ブルーアイズよりもアンデッド族のモンスターで揃えて、また融合モンスターも使用する兼ね合いで融合素材にできるモンスターもしっかりデッキに組み込んでいく必要がありますので、そうですね、やっぱり青眼デッキは社長ですよね。青眼デッキ使って社長が暴れてくれるはず、まあ、暴れちゃいけないんですけど RTA ので、まあ、青眼デッキ今回の作品もちろん社長が使ってくれます。ぜひご期待ください。最後になります。こちらパスワードで獲得できるキャノンソルジャーというモンスター、こちら効果モンスターです。こちらも迷宮壁地形に侵入可能になります。こちらも侵入した迷宮壁地形を通常地形に変化させますね。
現在パスワードで私が確認した分ではパスワード獲得カードが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 枚ですね。キャノンソルジャー、あ、ちょっとコメント欄の方々苦しまれている方いらっしゃいますが大丈夫でしょうか。マインドクラッシュでも受けましたか。そう、西岸の本、あ、デュエルが始まりますね。今回赤バラルートではですね、まず最初に対決する相手はダイナソーというデュエリストになります。こちら原作におけるダイナソー龍崎というキャラクターになります。今作ではバラ十字団の一員で、中世世界ながら海外名のキャラクターはそのままですね。あっちの多分海外中の名前とかの変更されてるのかな。とさあ、所定の手札、こちらカードを複数枚選んで何をしているのかと言いますと、コンボという操作がございます。カードを複数枚選んでそのターンに同時に使用することができます。ただし先ほどのようにカードが弾き立たされている演出がありますが、あれはコンボ失敗になります。モンスター同士のコンボをする場合、モンスター同士で融合が成立する組み合わせでないと、最後に選んだモンスターのみが召喚されてしまい、それ以外のカードはすべて墓地に送られてしまいます。また魔法カードや罠カードの使用もコンボで可能になりますが、効果が発動されない場合、先ほどのように弾き飛ばされて墓地に送られてしまいます。今回はこちら紫水晶というカード、元々の種族がアンデッド族のモンスターに使用するとステータスが500強化される、こちらのマジックカード、使用可能の条件を満たしていたので、こちらモンスターに使用してコンボが成功していますね。こちら対決相手のデュエリスト、ダイナソーに関してですが、原作アニメ版においては、あの有名な敵キャラクターインセクターハガと手を組んで行動する姿が多く見受けられますね。このダイナソー龍崎、まあ、ハガほどひどいことはしてないキャラクターにはなりますが、現在原作作品やアニメ版で城之内勝也の切り札になっているレッドアイズブラックドラゴン、こちらのカード本来の持ち主は彼です。ただアンティールールといって賭けデュエルをした際に城之内に敗北して、このレッドアイズブラックドラゴンを渡すという出来事がありまして、この関係か割と城之内君との関わりが多いキャラクターになりますね。Thankfully, though, after which we don't want these has a little like you know, ha, I beat you line, and we can go right back into it. We don't gotta. 恐竜じゃないんですよ、ね。まあ、こちらデュエルに難なく勝利いたしまして、こちらデュエルのルールどうなっとるんじゃいという話になりますが、まあ、こちらフィールドが 7×7 のこちらのフィールドになっておりまして、通常のデュエルとは全くルールが異なります。こちら今作において適用されているデュエルのルールがパーフェクトルールと呼ばれるものになりまして、モンスターを召喚させまして移動戦闘させて戦うタイプのオフィシャルカードゲーム版とは全く異なるルールになります。ただモンスターの戦闘処理ですね、モンスター同士のバトルにおいては処理はほとんど同じになります。攻撃表示、縦型で置いてある攻撃表示のモンスター同士で戦闘が起こった場合、攻撃力が高い方が生き残り、攻撃力が低い方は破壊されて、お互いの攻撃力の差額分を破壊されたモンスターをコントロールしていたプレイヤーにダメージとしてライフポイントに入ります。こちらモンスターの召喚や魔法カードの設置などは、この今キャラクター浮いているのが見えますね、バラの紋章の上に浮いているデッキリーダーというモンスターの上に行われまして、このデッキリーダーですね、こちらのデッキリーダーが存在するマスの周囲8マスが召喚エリアになります。おっと、今すごいダメージが入りましたね。こちらバフカードの紫水晶2枚入っておりまして、今のように引きがいいと一気に融合モンスター、強力な融合モンスターを召喚した上にバフカードに一気に強化を入れて効果力で一気に畳んでしまえるという立ち回りが可能になりますね。こちらちょっと今守備モンスターに阻まれてしまいダメージが通りませんでしたが、もうこのターンでおしまいですね。強力モンスターが召喚できても、まあ時間の無駄なので、サクッとすぐにとどめをさせるモンスターに切り替えて倒していきます。勝利ですね。こちらデッキアウト負けも確かありますかね。申し訳ございません、こちらがちょっと説明書の方にデッキアウト負けに関する説明が書いておらずですね。おそらくデッキアウトでも敗北になるとは思います。
そうなんです。このゲーム、マンモスの墓場、とても強いです。デュエルリンクスの初期みたいですね。こちら戦闘時にお互い攻撃表示であればダメージが発生しますが、片方が守備表示だった場合、守備表示のモンスターに戦闘を仕掛けた場合は特殊な効果がない限りはダメージ通りません。というわけで次ハガですね。あ、もしかしてさっき1戦目負けちゃったか。ああ、そうですね。申し訳ないです。うわあ、ダイナソーに負ける。ちょっとタイムに考慮してくださいよ、ダイナソーさんよ。ま、切り替えていきましょう。ハガー、そうですね。こちらのキャラクター非常に有名となっております。こちら、インセクターですね。今作ではインセクターという名前になっています。原作におけるあのインセクターハガになります。原作アニメ版では実力のあるデュエリストながら卑劣な行為に走ることがたびたびありまして、まあ、その度に遊戯たちにひどく制裁されている姿が多く見受けられます。あら、また負けちゃった。引きが悪くてサレンダーしたかな。なるほどなるほど、そういうことだったんだ。結構このゲームカードゲームという形態を取っておりますので、初手の引きによってはもうサレンダーしてちょっと1手目から引き直しした方がいいかもしれないっていう場合もありますね。実力こちらですね。ダイナソーとインセクター派がこちら2人とも全国大会で優勝したり準優勝したりする遊戯王世界においては結構実力のあるデュエリストではあるんですよ。敵なんかも結構虫でインセクターは虫でしっかり固めてるし、ダイナソーも結構恐竜で固めてる、ちゃんとしたコンセプトのしっかりした敵を扱うキャラクターではあるんですが、インセクター君、まあちょっといかんせん少年がひん曲がっていらっしゃるので顔のグラフィック見ただけでなんかこうちょっと悪いやつだなというそう、そんな感じ。インセクターって悪いやつだなという雰囲気が、まあ、非常によく出ている。まあ、とてもいいキャラクターデザインとなっています。そう、笑い方もちょっと悪らずな、ひょひょひょといったすっげえ特徴的な悪い笑い方するんですよ、この子。すっげえ悪い笑い方するんですよ。そう、彼、どんなにひどいことをしたかと言いますと、原作における王国編という、デュエリストキングダム編という、お話においてその遊戯のデッキからエグゾディアという5枚揃えると勝利できるカードですね、こちらを5枚丸ごと海に投げ捨てるというとんでもないことをやっております。ひどいですね。また、作品において後半ですね、アニメ版のオリジナル編ですかね、確かあの主人公のもう一人の人格であるその武藤遊戯の魂が奪われてしまったという事件が起きたときに、その魂がこのカードに封印してあるんだぜと言って、まあ、それは嘘なんですけど、そのカードではないんですけれども、そう、魂が封じてあるカードと偽って、ゴキボールのカードを目の前で破くんですよね。でもカード、あの遊戯側からすると裏面からが見えてないのに、本当に魂が封じてあるカードかもしれないと。そこでブチギレで、まあ、あの伝説のあのシーンになりますね。なるほど。伝説のあの、あれですね、バーサーカーソウル。まず1枚目、ドローモンスターカードのあのシーンにつながるというわけです。さて、ゲーム画面の方、ライフポイント拮抗しております。あーっと、相手モンスター、非常に強力な相手が出てきてしまっていますかね。コメント欄の方々もご存知のようですね。みんなドローモンスターカードやってますね。大丈夫かな、これは。あと一発食らってしまうと非常に危険な状態になりますが。うわっ、危ねえ。さあ、鉄壁入りました。このライフポイント100、いわゆるアニメにおける鉄壁と呼ばれるラインですね。さあ、ドラゴンゾンビ召喚、相手のリーダーに攻撃。いやー、危なかった。危なかったですね。このライフポイント100、いわゆる鉄壁ラインですね。アニメーションなんかにおけると、ここまでライフポイント100とか、この3桁台に主人公が追い込まれてしまうと、大体ここから負けることはないというラインとして
よく使われますね、鉄壁という言葉が。ということですね。こちら、ユー・ウィンの演出。ふわーっと下から浮いてきて、ちょっとシュールですね。こちら、キャラ実はリーダーに指定しているキャラクターによっては、割といろいろ喋ってくれたりしますね。例えば、ライデン・ニャンニャンという可愛らしい女の子のモンスター、いるんですが、そのモンスターだと結構楽しそうにおしゃべりしてて、すごく可愛らしかったりします。さあ、来ました、ペガサス、うん。ペガサスも有名なキャラクターですね。そうですね。今回では、原作におけるペガサス J ・クロフォードですね。今作、こちらの作品では、シュロバラ派の有力貴族の一人であり、今回、このシュロバラ側のバラ十字団の雇い主でもあります。作中でスタンリー教という名前で呼ばれているシーンもありますが、まあ、そんなにストーリー部分がそんなにたくさんあるわけじゃないので、まあ、そんなに気にしなくていいかな。こちらの人物、原作やアニメーション版では王国編、デュエリストキングダム編ではすごい非常に重要な人物として登場しましたね。コメント欄の方、私よりも詳しいんじゃないかな。みんな好きですね。このポムの一件なんですが、割とちょっと大変な出来事で、パンプキン今ちょっとこちらアンデッドデッキのちょっと話がちょっとどんどん飛んじゃって申し訳ないですね。こちら、今アンデッドデッキの主軸であるゴーストをパンプキング、こちらが今融合成功しましたが、なんとコンボ失敗により弾き飛ばしてしまいました。一体何が狙いなんだ。そうですね、こちらコンボの失敗を意図的に発動することによってデッキを回すという行為もできるんですね。お手札にちょっと使えるカードがないなということで、カードを捨てる手段としてもこちらコンボ失敗は利用できるのですが、手順を間違うとですね、その主力カードとして場に出そうとしていたカードがこうやって墓地に送られてしまうなど事故も起こりがちですので、手順にはまあ要注意という。こちら相手のフィールドの虹色に輝いている地形、こちらトゥーン地形ですね。いや、原作では非常に強力なカードでしたね、トゥーンシリーズ。そう、バーンカードと言われる、先ほど発動してましたね、相手ライフに直接ダメージを与える魔法カードも存在します。ああいったものも使われると結構事故が起こりやすいので気をつけていきたいですね。あ、そうですね、コメント欄、さちょっと、ペガサスの紹介に戻りますと、コメント欄にもある通り、アニメーション版と原作漫画バージョンでは全く異なる結末を迎える人物でもありますね。非常に無邪気な人柄を覗かせる一面もありつつ、ちょっと冷徹な側面もあったりと、なかなかつかみどころのない人物であります。ただアニメーション版では彼がいなければ、アニメーション版の続編にあたる GX シリーズは存在しなかったと言ってもいいようなほどの非常に重要な人物にはなりますね。火炎地獄40枚のデッキです。バーンデッキですね、いわゆる。そうですね、コメント欄にも今ありましたね、ミレニアムアイという千人アイテムと呼ばれる道具を持っているキャラクターになります。今作でですね、ちょっと今作、こちらの新 DM2 の方で、遊戯王新 DM2 の方では千年アイテム一切絡んでこないので、ちょっと解説から省いておりましたが、原作ではミレニアムアイという千年眼のような金色の目のアイテムを目に埋め込んでいる人物でもあります。今作、全くもって千年アイテム絡んでこないんですよ。全くも本当に違う世界の話っていう感じになって、遊戯王でやる必要があるのかと聞かれると、まああるとは、そうですね、ありますね。遊戯王でやらなきゃどこでやるんだ。デュエルは問題なく勝利できたようですね。勝ちましたね。こちらちょっとデュエルの解説の方がちょっと遅れてしまって申し訳ないですが、こちらデュエルの形式の方解説ちょっと入れていきますね。
こちらのルール、さっきから召喚とかなんとかいろいろ行われていますが、こちらデッキリーダーに指定したキャラクターの周囲8マスを扱う、を召喚に扱うようになっていますね。周囲8マス以内であれば、相手のモンスターに挟まれていようが、なんだろうが問題なく召喚ができます。こちら対戦の方は今からイシュタル、原作におけるイシズ・イシュタールに当たります。白バラ軍の方にいるキャラクターの中で圧倒的にまともな人物ですね。こちらキャラクターの解説は後に後に回しまして、こちらデュエルの方の解説に戻らせていただきます。まるで他がまともじゃないみたいな。いやでも、いや、まあいいでしょう、まあいいでしょう。こちら場に出したカードはですね、1ターンに1度だけ周囲前後左右どちらかの1マスに動かせるようになっています。伏せた状態でも動かせますので結構便利ですね。でこちら周りにちょっと禍々しい雰囲気の地形ございますが、こちらがウイルス地形と呼ばれる場所になります。で今発動した闇というカードによって周りのフィールドが 闇属性になりましたね。こちら闇のカードを使いますと、こちらアンデッド族強化が入りますので非常に有利な展開を作りやすくなりますね。と地形の有利、地形関係に関してはちょっと失礼いたします。こちら闇は得意地形が、得意種族がアンデッド、魔法使い、悪魔となっております。得意地形の場合どんなバフがかかるのかといいますと、攻撃力、守備力が500ポイントアップし、表向き状態であれば移動マスの範囲が2マスに増えますね。まあ、素早く移動ができるようになりますということで、ただし苦手地形にいる場合は逆に守備力、攻撃力が500ポイントダウンしてしまうという、結構意識する必要がありますね。でこちら先ほどあったウイルス地形、一体何なのかといいますと、攻撃力が1500以上のモンスターは表向き裏向きに関係なくこのマスに侵入した時点で破壊されてしまいます。うわ、なので攻撃力が打点の高いモンスターがいる状態で足場をウイルス地形に変えられてしまった瞬間、まあ、そのモンスターが破壊されてしまうという事故も起こりがちですね。こちらの対策も兼ねて、またバフの効果も兼ねて、闇というカードや地形変化のカードをデッキに入れておくと安心というところで、ただこちらウイルスの地形を得意としている種族も存在するにはしますが、今回多分その要素はあんまり絡まないかもしれないですね。こちら攻撃力1500以上というラインは元々の攻撃力ではなく、バフなどで例えば今キャノンソルジャー1400ですが、こちら1400からバフで攻撃力が上がって1500以上になっていても対象となります。そう、倒されるとウイルス地形をウイルス地形に変えてしまうというモンスター存在します。こちらのデッキ内にいるカードですとニュートですね。こういったモンスターが非常に厄介になります。つまり撃破されたと言って効果が発動します。足場がウイルス地形になり、相手モンスター、強力な相手モンスターが撃破できるといったいうコンボも結構狙いやすくはなりますね。なるほど。ただ相手に使われるとまあ厄介極まりないと。ニュート道連れ非常に便利ですね。こちらこのゲームだけでなく現実世界のデュエルモンスターズでも非常に人気の高いカードでした。登場当時はデッキに3枚入れているデュエリストなんかも結構多かったそうで、いわゆる急進族と言われる特殊なモンスター種族ですね。こちらのカード非常に強力でした。さて現在迷宮兄弟戦ですかね。こちら迷宮兄弟、今作では名前がラビリンスルーラーですね。ラビリンスルーラーという名前になっています。こちら原作における迷宮兄弟ですね。双子と兄弟なんですが、今作顔グラフィックが1人しか表示されない兼ね合いで2人一緒にいるのかどうかがちょっとよくわからなくなってますね。
原作アニメ版では作品初のタッグデュエルを展開したキャラクターでもあります。またアニメ版のこちら続編に当たる GX にも登場しました。こちらでも主人公たちの前に立ちふさがる強力なデュエリストとして活躍しましたね。なんだかんだいきなり GX に出てきてちょっとびっくりしましたね。え、こい、あ、あら、迷宮兄弟出てきたわって。あ、大火事発動しましたね。バーンダメージが入りました。特別講師ですね。GX、あらすじがちょっと大まかに説明しますと、まあ、主人公がいろいろあってちょっと退学の危機に陥ってしまいましたと。でも、この人たちに勝ったら退学は免除してやろうということで、雇われたのが迷宮兄弟のお二人ですね。そうですね。GX シリーズファンサービス非常に多かったですね。おっと。大丈夫か？コメント欄、猛吹雪が起こっておりますが。伝説って？ああ、それって羽クリボ？これはもう、デュエリストたるもの、このやりとりはどうしても避けられないものです。さっきちょっと話が飛び飛びで大変なことになっていますが、こちら状況としては、どうだろう、金色の魔像で倒せる相手かな。ガンロックが今召喚されましたね、裏向きで。相手モンスターは問題なく破壊できるようではありますが、さあどう動くか。おっと、地雷雲、守備表示になりましたね。どうやらこちらの打点を超えられる手段がないようです。先ほど伏せたガンロックがやられてしまいました。正面に相手モンスターが来てしまいましたね。地雷雲を先に処理するようですね。守備力100しかありません。さあワイト、こちらのモンスターなぜかネットビーム的に非常に広がって有名なモンスターになりますね。So, Green Kappa copies the attack defense of the strongest monster on the field. マゾを捨ててドッペルゲンガーを。That's what the monster likely next to me is.ドペルゲンガー現在コピーしてるのは誰だろうな。相手のリーダーモンスターですかね。ドッペルゲンガーモンスターのステータスをおっと、ドッペルゲンガーも捨てたと。相手モンスターから攻撃を受けてしまいますが、まあ、900程度ですね。ワイト、あのワイトは一体どこが元ネタなのかと聞かれると難しいところではありますが、おっとムカムカが手札に来ています。こう遊戯王シリーズといったこういうカードゲームの RTA はその場その場でしっかり素早く考え思考を回して手を進めていかないといけないので、なかなか集中力が必要な難しいジャンルではありますね。さムカムカ召喚されました。こちら効果で墓地のモンスター数 ×300 攻撃力がアップ。おーっと4300 強これが狙いだったのか。まさかこれはもうひとたまりもありません。こんなもん普通のモンスターにしておいちゃいけませんからね。ムカムカ、あ、そうですね、割とモンスターイラストの方ではなんかムカデみたいな形してるのかなっていうふうに見えますが、意外となんか甲殻類みたいな形してるんですよね。
いや、迷宮兄弟相手にこんな熱い試合を見られるとは。こちら迷宮兄弟、原作では額にお互いあのメイとキューと書いてありますが、この作品だと L で統一されてるみたいですね。なるほど。さあ、来ました。キース。原作におけるキース・ハワードですね。こちら、この作品内では、カードプロフェッサーの異名を取るキャラクターとして登場します。こちら、原作アニメ版でも全米一のカードプロフェッサーという異名を取っておりまして、さまざまなデッキに精通している非常に強力なデュエリストですね。ただ、先ほどペガサスのお話をした際に、コメント欄で言われてた通り、トムの勝ちですという出来事がありまして、いわゆるペガサスのミレニアムアイを使って、キースの戦術をすべて見通してしまい、でそれに対応する策をすべてメモを書いてトム少年に渡して、全国中継の最中でキースはそのトムという少年に敗北してしまうという非常にむごい仕打ちを受けた人物でもあります。ただ本人も同情に余地があるかと言われますと、割と手段を選ばない冷徹な性格をしてらっしゃる方ですので、イカ様に窃盗に暴力にと悪行三昧、ペガサスの一件があってから荒れたというのもありますが、同情の余地があるかと言われるとちょっと難しいところではありますね、このキャラクター。ただしデュエリストとしての腕前は確かなキャラクターですね。こちら様々なデッキを取り扱える人物ではありますが、メインとして使っているのは機械デッキですね。また原作では賞金稼ぎとして活動しているという背景もあって、バンデットキースという異名を取っています。さあ、今回のデュエル非常にいいペースで進んでいるようですね。お、相手が自爆してくれましたね。これは相手、あ、いや、こっちが食らった。あ、ということはこっちが負けてたか。あ、守備負けですね。申し訳ない。ちょっとね。こんな時もある。守備モンスターに攻撃した時に守備負けしてる時のちょっと悲しさが。なるほど。結構リアルのデュエルでもあるんですよね。ここで割ったら攻撃が通るぞって時に高守備のモンスター伏せられててクソがあてなっちゃうことが。だいぶ守備力高かったですね、今ね。結構守備力が高くて、こういった壁に向いているモンスターなんかも結構多いですからね。攻撃力だけが全てではないのですが、こういったモンスターも相手にせずにさっさとリーダーを叩いてしまうのがいいでしょう。さあ、ここも難なく勝利できましたね。はい。なんだ、相手のリーダーカードをゲットできたな。運がいいですね。ただ、デッキ編集はこの後おそらくやらないので出番はないかもしれないですね。あ、解説の方ありがとう、解説のコメントでありがとうございます。相手がモンスターを動かしてくれたことによって、相手リーダーの周辺のマスに隙ができて、そこに割り込んで攻撃して勝ちなんかもできるので、相手の立ち回り一つでも結構タイムがぶれるんですね。さ、相手デュエリストはこちらはダークネス、今作ではダークネスルーラーという名前ですね。原作におけるプレ闇のプレイヤーキラーです。王国編に登場したデュエリストですね。こちらのキャラクター結構王国編周りの敵デュエリストにしては珍しく、あまり悪辣とした手を使わない正々堂々としたデュエルを行う人物でありました。おっと、デュエルの方は、おお、早速2600のモンスター。また相手フィールドが闇であることも手伝って、これは素早い攻略ができるかな。そうですね、闇クラマシの城を扱うデュエリストですね。最後はその闇クラマシの城にモンスターを全滅させられて敗北という形になりましたね、作中では。
again is going to be coming in clutch here with, you know, copying the attack power of either mine. まあ、こちらの人物そんなに悪いことはしてないキャラクターにはなりますね。ただ出番が王国編のみになるので、ちょっと誰だっけってなる方もそこそこいらっしゃるかもしれないですね。ただ見た目が非常にインパクトのすごいキャラクターデザインになっていたキャラクターですね。いや、実際にデュエル内容を文字起こししてみるとすごい倒され方してますよね、この人。今質問がございましたね。コメント欄にございました。どこだ。ゴースト、骨塚ですかね。いらっしゃいます、この作品。ただ、戦闘順番がこの方ですと結構後半の方になりますので、後ほど登場します。Don't have the actual option to anyway because I just kind of rush forward, especially if I have something like Dimension Hall. But さ、難なく勝利しました。I actually do not want Dimension Hall. It's actually a dead card in this duel. A couple duels as well. はい、出番ございます。この後戦うデュエリストですになりますね。Kind of the like last of the regular duels here, and it's gonna be Necromancer or Bones, which is one of Bandit Keith's minions. It's the short guy, この頃のキャラクターデザインすごいな。確かこのキャラクター原作だと頭に闇って書いた、なんか帽子かなんかよくわからないものかぶってらっしゃるんです。あ、出てきました。こちらネクロマンサー。骨塚ですかね。骨塚くん、ありがとうございます。結構個人的にはバトルシティ編でバクラにとんでもなくひどい目に遭わされていた印象が非常に強いキャラクターですね。王国編においてもですね、原作ではキースの傘下として手下として活動していたキャラクターなのですが、まあそのキースもちょっと作戦の失敗が原因でひどい目に遭わされたりと。あ、そうなんですね。そうなんです。このゴースト骨塚くんは確か声優さんがその次回作 GX の、まあ、相方的な立ち位置になる丸藤翔くんと声が一緒だったかな。そうですね。丸藤翔くんと声が一緒ですね。ちょっと可愛らしい声をしてますが、ちょっと姑息な手段を取ることもある。ちょっとずるっこですね。まあでも他の人たちに比べたらまだ可愛いもんです。それこそね、インセクターとかいるし。そうですね、バクラにデュエルで敗北して闇に囚われてしまいましたと。その後も消息不明になってますね。鈴木さん、非常に可愛らしい声をしてらっしゃいますし、シャウトの演技なんかはとても濃いしで、ギャップにドキッとする声優さんの一人ですね。ビッグロイドの話はやめ、カイトロイドの話はやめろよ。おっと。なんか画面がすごい愉快なことになってるの。パンプキング2人もおるわ。まあ、そろそろハロウィンですからね。ゴースト骨塚、結構ホラーなデッキを使われるキャラクターですので、まあ、今の時期にぴったりということで、負けてもちょっと顔が可愛らしいですね。さあ、ここで8人のデュエリスト、白バラ側のデュエリスト全員が撃破されました。戦闘を残して、こちら白バラ、バラ十字団のデュエリストすべてを撃破しましたので、こちらでイベントが入りました。1485年8月、ユギ・ヘンリー・キューダー・ミルフォード・ヘブンに上陸。というわけで、9戦目、兵士院戦になります。こちら、兵士院はですね、白バラ側の人物でありますが、出身がゲーム出身ですね。原作には登場しなかったかな。とこちらゲーム内での名前はリチャード・ヘイシーン・オブ・ヨーク、リチャード3世ですね。イングランドの王で、
こちらのキャラクターです。キャラクターは前作にあたる封印されし記憶に登場する神官ヘイシーによく似た見た目をしていますね。この作品ですね、ユギとセットがそれぞれこちら前作にあたる封印されし記憶に登場するキャラクターの子孫という設定になっておりますので、もしかすれば彼も子孫のキャラクターなのかもしれないですね。こちら先ほどのイベントではですね、ヘイシンは主人公をペガサス配下の白バラ派のデュエリストと勘違いしまして、ユギがこっちに上陸するから決戦場に来たけど急ぎすぎちゃったので、まあ、空いた時間にデュエルでもしないかとのんきに誘ってきます。というわけで今デュエルをしているという運びになりますね。ただこの人物ちょっとこの作中ではなかなかひどいことをしておりまして、どうやらペガサスの息子を人質に取っているんだそうです。前作では非常に強力なデュエリストとして猛威を振るっておりましたが、今作ではそこまででもないですね。というのも今作攻撃力の高いモンスターを素早く並べやすいんですね。そしてこの変身戦言うてちょっと厄介な地形を使ってくるっていうわけでもないですね。さあこちら融合でモンスター作りまして巨大化も装備、攻撃力1500。そうですね。というよりも割と今作の変身本当に被害者側に近いですね。まあ悪いことはしてますけど。さあどんどん倒していきましょう。と手札ワームホールを弾いて、これは悪魔の手だったかな。デッキ一覧死者の腕ですね。さあこちら死者の腕バトルで破壊されてしまいました。あ、破壊されてないですね、申し訳ない。攻撃表示の場合だと破壊されてしまうのですが、あ、強い。こっちの方が強かった。ダメだ。数値を瞬時に見られなくなっちゃった。さあ、こちら死者の腕とマンモスを融合。金色の魔像になりました。巨大化、今作ではなんとデメリットがございません。どんどん使っていきましょう。確かオフィシャルカードゲーム版だとデメリットが確かあったはずなんですよね。今作デメリットなくバンバン使います。今作非常に強化系の魔法カードが強力になっております。そうですね、オフィシャルカードゲーム版だと自分のライフポイントが重要になってきます。さあ変身に勝ちました。イベントデメリットだと半分になっちゃうんですね。あ、そうですね、結構ピーキーな性能になっております。うん、さてここ変身に勝利しましたが、突然ペガサスが現れて、なんとペガサス赤バラ軍につき回すということで、こちらに寝返ります。ヘイシーンもお前の息子を人質に取ってんだぞと脅しますが、息子ならいくらでも作れますと返します。とんでもねえおっさんだな。というわけでライティングデュエルが始まりました。1485年8月22日バラ戦争最後の戦いの幕がホズワース平原で切って落とされた。この戦争でヘイシンは戦死します。こちらアメリカ版で海外版なのでカットされていますが、こちらヘイシンの死体が映り込むスチルになってますね、日本版だと。そういう違いがありますね。はい、こちらヘイシンの冠をペガサスが拾い上げてユギの頭に再冠します。この戦争、ユギの勝利によってプランタジネット朝330年余りの歴史は幕を閉じることとなりました。さあ最後の戦い、最後の人である瀬戸の撃破をユギから依頼されて、主人公ユギと共にストーンヘンジに向かい、
瀬戸とのデュエルに臨みます。瀬戸自身ペガサスの寝返りは予見していましたし備えていましたが、瀬戸自身にとって戦争の結末、ペガサスの寝返り、どうでもよかったんです。瀬戸自身は自分と対等に戦えるデュエリストの存在を渇望していました。主人公が白バラ派デュエリストを倒し、力をつけ自らの前に現れるこの瞬間を待ちわびていたといいます。さあ、海馬とのデュエルです。瀬戸ですね。海馬は子孫だね。なるほど。こちら瀬戸のデッキリーダー、もちろんみんなの大好きブルーアイズですね。本当にブレない男ですね、海馬瀬戸。そうですね。原作アニメ版では作中に登場する大企業海馬コーポレーションの3代目社長にして、ブルーアイズデッキを扱う高い腕前を持つすご腕デュエリストです。主人公武藤遊戯、アテムの深い因縁につながったライバル同士になりますが、どうやら引きが悪くてサレンダーですかね。もう一回ですね。もう一回ですね。こちら海馬瀬戸に関してはもう私から解説できるようなことはないというぐらい本当に濃いキャラクターとなります。こちらこの作品では、こちらバラジュリナを率いるデュエリストの一人になりますね。白バラ派のリーダーでもありますが、どうやらこの世界の人物ではないんだそうです。この世界というよりはこのイングランド大陸の元々の生まれではないんだそうです。彼の真の目的に関しては白バラ編で語られます。後ほど解説いたします。はい、そうですね、初期からかなりキャラクターの変わった人物の一人でもありますね。そうですね、海馬といったらやっぱり磯野さんも外せませんね。ただこの作品ちょっと惜しいことに木馬くんが登場しないんですね。こちら海馬セット、原作における海馬セットの弟である海馬木馬くん、今作登場しないんですね。磯野さんも登場しません。会話といえば旅活、やめるんだ、キャベツの話はやめるんだ。木馬くんは結構印象に残ってたキャラクターなのに出なかったんですね。そうなんです、うん、今作登場しないんですね。ただ木馬くんがいないので割とこの瀬戸さん主人公に出れますね。なるほど。さあ、こちらデステリードローという能力使っておりますね、相手が。こちらおそらく相手のリーダー、デッキリーダーの能力になりますね。そう、特徴的、会話といえばこの特徴的な口癖の一つ。難しいな、あの低い声のふんは難しいな。さあ、今度は勝てましたね。よかったよかった。非常にこのゲームでも強力なデュエリストの一人です。やっぱりブルーアイズデッキ、今も昔もとても強いです。現在なんかは、オフィシャルカードゲーム版だとサポートカード大量にありまして、ちょっと乙女をつついたら、ドラゴン飛んできたという事態になりかねないという、とんでもないデッキになってます。さて、瀬戸に勝利しましたが、主人公の義理を称えながらも、なんと、バラの大召喚術という儀式が成立したというふうに声高に宣言します。このバラの大召喚術というのは世界を手に入れるほどの力を召喚できるというとんでもない儀式になりまして、特に主人公は強力なデュエルパワーを持っているから、主人公に儀式の司祭役と儀式のためのデュエリスト両方の役を担わせた上で、このデュエルパワーを利用して世界を手に入れる力の召喚を確実なものとしたのだそうです。本来イングランドの人間でない生徒がこの地に訪れ、バラ戦争に加担したのはすべてこのバラの大召喚術を行うためだけでした。そして召喚されたのはカードマジンマナウィザンです。瀬戸はこのマナウィザンに世界を手に入れる力どうのこうのと言いますが、このマナウィザン自身はですね、前作におけるラスボスの弟、前作におけるラスボスがこのマナウィザンの弟にあたります。彼はそのマナウィザンの仇討ちが目的であって、多分瀬戸の望みは叶えてくれないんじゃないかなっていう感じですね。さあ、ラスボス戦になります。赤バラルートラスボス戦開始しました。
さあ初手、あっと先にワームホールを伏せまして、さあこちらすごいな、中央がウイルス地形になっています。この地形のせいでこちら強力なモンスターを作って素早く叩くということが難しくなっていますが、ここでワームホールを発動、中央に移動しましたね。そして上のマスに、さあ誰を出す、ゾンビウォリアーですね。しかしトリップはミラーフォーで割られました。あれはミラーフォースのような逆転のカード、ミラーフォース、このゲームでも非常に強力なカードになっております。このモンス、このウイルス地形の上ですので融合はできません。おっと融合していったが、弾いて弾いてムカムカの裏表示ですね。ただトラップ発動、ああなんてことしてきやがれ、これはきっておいおいおい、うわっクリボー、ああやってしまいましたね。クリボーに強化を重ねまして、まおそらく3000ポイント以上の攻撃力強化の状態になっていましたが、フォースで強化してクリボーを召喚して攻撃力が1500以上、はい、爆発、爆散と、まあちょっとこの作品の AI 正直優秀とは言えません。なるほど、自分でやっちゃったんですね。こちらダルマ大砲に巨大化を装備しましたが1500以下ですね。制限には引っかかりません。というわけでここでダルマ大砲には墓地に帰ってもらって、次は誰を伏せるか、ちょっと悩んでますね。そうですね、やっぱり毎回手持ちが流動的にランダムですのでね、うんうんうん、また融合モンスター、その融合の素材を覚えないといけないというのもありまして、結構記憶力が要求される作品にもなりますね。今回も1500以下のモンスターを召喚できましたので、そこで殴っていきます。そうなんですね、処理するべきルールが多すぎて CPU を強くするという、そこの AI の作り込み、非常に難しい作品の一つになりますね。怖いね。ですが、まあこちらも攻撃力高いモンスターがすでに召喚できているのと、あと1体誰かしら召喚して攻撃ができればその時点でおしまいですし、さあここで闇を発動、地形を変化させまして、こちらのモンスターに強化を施します。これで攻撃力足りますね、1500。いや、守備表示にしたぞ。別のモンスター召喚するのか。あ、こいつ種族的にもしかして闇の効果入らないタイプかな。あ、そういうことだったのか。そうですね。現在、スマートフォンアプリとして配信中のデュエルリンクス、あちらは結構 AI 優秀ですね。割と一人用で CPU と対戦しててもとても楽しい作品になっていますし、プレイヤー同士の対戦がしやすくなったという点ではやっぱり進化しましたね。というわけでこちら、そう、こちらウイルス地形以外の場所であれば問題なくこういう強力なモンスター召喚できます。ラスボスに勝利しました。というわけでこちら白バラ編終了になりますね。クリボーだ、クリボーずれちゃった。昔のクリボーちょっと絵柄が可愛らしくていいですね。アニメ版もちょっと目がキラキラしてて可愛らしいんですが、こっちでちょっと黒目がでかい方が個人的には好みあったりします。なるほど。というわけでこちら白バラルートのマナミザン勝利しました。魔人は方向を上げ消滅し、瀬戸もまた自らの望みが果たされないということを知り落胆します。
というわけで、白バラ編のエピローグになりますね。遥か行く末の我が末裔にも申し送る。これなんて読むんだったっけ。中半づく人の敗北、人に敗北せし我、神は我らの神にあらず。それは疑心なり。旅に出よう、真の守護神を探すべし、我らの前に道はなし、我らの後にこそ栄光あり、決して諦めるべからず、元アメンポテ府長神官瀬と記す。という手記とともに、この戦いの後、2ヶ月後の10月30日、ユイが正式にヘンリー7世として再刊されます。人々からヘンリー7世はバラ十字弾を撃破した功績をたたえ、遊戯王と呼ばれることになります。その背後にはバラのデュエリストである主人公の活躍があり、その功をもってデュエル騎士に除され、元の世界へ無事帰還できたことは、師匠の類には一切残されていません。ひどくないですか？頑張ったの主人公なのに。なんでごめんなさい、ちょっと混乱してるんですけど、はい、先ほどの 赤バラルートですか？あ、はい、こちら赤バラですね。一周目は赤バラですね。申し訳ない。次からは、いえいえ、大丈夫です。申し訳ない。次は白バラです、ね。思いっきり白バラ言うぞったわ。申し訳ないです。いや、どちらなんだろうなと思って。現在クリアしたのは赤バラですね。赤バラですね。遊戯たちと戦うルート、遊戯たちと共に戦うルートですね。こちら、ただいまから白バラルート、瀬戸の味方として遊戯たちを倒す戦いになります。はい。というわけで、ここでどっちにつくんだいみたいな話が起きて、白バラ選択しました。こちら2周目、白バラルート開始になります。デッキそのままですね。というわけで、白バラを選びますと、サイモンが白バラ側の騎士に兵士に連れられてフェードアウトします。殺しはしないよと瀬戸は言いますが、まあ多分無事に、無事だとは思うけどな。というわけで、こちら瀬戸から、主人公に各々の持ち場を離れられない白バラ派、バラ十字弾のデュエリストに代わり、赤バラ派のデュエリストを撃破し、赤バラカードを集めてきてくれと依頼されます。というわけで、先ほどと同じようにデュエリストたちを撃破していくお話になりますね。というわけで、最初の相手、アンズになります。こちらの世界でもアンズという名前になりますね。原作におけるマザキアンズですね。この世界ではなんとユギの婚約者です。英語では T って書いてあったみたいな、あ、そうですね。英語版の名前もありますね。英語版の名前も確かそんな名前だったはず。そうですね。日本語版とまた英語版では全く名前が違うキャラクターになってますね。こちらアニメ版、原作版では幼い頃に感激したブラックマジシャンガールを題材としたミュージカルに憧れて惹かれてダンサーを志すようになります。実際原作もでもエピローグで確かアメリカに出発してダンサーを目指すというふうになってますね。こちら作中でのデュエル回数の少ないキャラクターではありますが、デュエルの腕前に関しては十分というそうですね。非常に強いというわけでもないんですが、弱いわけでもないですね。きちんとカードを使ってコンボを組んでということができるキャラクターになります。こちらのゲームの方では天使族を使ったデッキを使ってきますね。結構バフカードが豊富なデッキになっておりまして、ちょっと手数がかかりすぎると相手に強化を固められて厳しい展開になりがちな相手ではあります。そうですね。原作初期の城之内くんに勝てるほどの腕前はありますね。そしてアニメオリジナル版のノア編ですね。そちらでもデュエルをするシーンがありますね。こちら後ほど戦うホンダ・ヒロト。この作品では T ・フォンダ・グレイと呼ばれるキャラクターがおりますが、そちらのキャラクター結構デュエルが苦手なキャラクターになりますね。そちらよりはアンズちゃんの方がちょっと強いかなという感じになります。本田君弱いんだ。本田君、デュエルよりは結構フィジカルの面で仲間の役に立つという立ち回りが多いキャラクターでしたね。そう、アンズといえばあの予告ですね。お願い死なないで城之内、このターンをしのげばあんたの勝ちなんだから、次回城之内シスデュエルスタンバイ。なるほど。こちらの予告がまあ一人歩きしてるところはちょっとありますね。
本田くん、そうですね。コマンドも使ってきますかね。デッキリーダーが、カルボナーラ戦士ですかね。こちらキャラクターごとにもデッキリーダー異なっておりまして、デッキのコンセプトだったり、どういったデッキの傾向かっていうのを、そうですね、ヒントになるキャラクターになってますね。というわけで、こちら、T ・フォンダ・グレイ、原作における本田ヒロトになります。原作ではほとんどデュエルを行っていませんが、ただ、本田くんのデュエルが行われたノア編の回は結構好きですね。敗北はしてしまうんですが、その敗北は仲間を生かすための敗北であったという、非常にかっこいいキャラクターになります。ワイトが弾き飛ばされた。ワイト君、吹っ飛ばされた。こちら、原作ではどちらかというと、デュエルというよりは、デュエル外の出来事で、ま、そうですね。デュエル以外の側面だったり、体を張った行動で仲間たちをサポートするといった人物になります。また、フィジカル面だけでなく、観察眼だったり、分析力、判断力にも優れている人物で、仲間を救うために自らを犠牲にする。先ほど話したノア編で、城之内の妹さんの静香ちゃんというキャラクターとともに、あとおとぎくんと一緒にデュエルをするシーンがありますが、敗北すると自分の肉体を奪われてしまうという展開になります。そこでなんと静香ちゃんが狙われてしまうというところで、本田くん自分の体を張って自分が敗北することで身代わりになるという立ち回りをしていたんですね。自分の肉体がなくなってしまうという、そういった事実を向けられながらも自分の身を犠牲にできる非常にすごい人物ですね。あ、美穂ちゃんの話はやめておこう。やめておこう。というのも今作美穂ちゃん全く出てきません。というわけで難なく勝利ですね。こちら本田くん、このゲームでも比較的弱めに調整されているキャラクターになります。おとぎくん、そうですね、おとぎくんも残念ながら今作登場しません。そうですね、美穂ちゃんもアニメーションの出番は結構短かったと思います。さあ、こちら、クジャク舞。今作はマーガレット・ビーヘン・フォ・ボーフォートという名前になっております。原作におけるクジャク舞ですね。今作ではサイモンという先ほどのドルイド層に依頼して主人公をこの世界に召喚するきっかけとなった人物になります。こちらクジャク舞、通常プレイでも RTA でも壁となっている非常に厄介な人物になります。原作においては元ディーラーで賞金稼ぎのデュエリストとなっていますね。ハーピーレディシリーズ、アマツヌスシリーズといった女戦士モチーフのデッキを愛用するキャラクターです。原作初期の方ではですね、カード別に異なる香水をつけて香りによってカードを識別するというアロマタクティクスといった戦術を用いたこともありました。ちょっと出自の関係でちょっと人を信じられないというちょっと疑心暗鬼を持った人物ではありましたが、その遊戯たちに触れていくにつれてどんどん絆の大切さを思い出して、主人公遊戯たちに協力する立場になった味方キャラクターの一人でもあります。まあ、イカ様言っちゃったらイカ様ですね。そうですね、言っちゃったらイカ様ではありますね。ただ他のやつ、まあ、マーキングは良くないですけど、他のやつらがやってることが悪辣すぎてかさないんですよ。そうですね。それぐらいだったらっていうね。タクティクスです。こちらアロマタクティクスですね。確かデュエルリンクスの方でもスキルとして実装されちゃってた気がするな。そうですね、こちらマイさん、ちょっと出自とかが謎な人物ではありますが、どうやら天涯孤独を匂わせる描写があったり、豪邸に住んでる描写があったりなどと、もしかしたらお金持ちかもしれないといった描写がされているキャラクターでもあります。イカ様じゃなくてタクティクス。年に関しては聞いてはならぬ。一応公式ガイドブックだと何歳ってなってたかな。
初期の方、初期の方。あ、これちょっと行き過ぎた。公式ガイドブック、こちら、真理の福音におきましては、年齢24歳となってますね。皆さんよくご存知ですね。すごいですね。いや、コメント欄の方々、皆さん詳しくて本当に助かります。どうやら、もう前より年上か、やめてください。やめてください。まあね、長いシリーズですからね。そうですよ、息の長いシリーズなんですから、仕方ないですよ。受け取れ、遊戯。カードを投げるな、カードを投げるな。遊戯王世界のカード、非常に硬いです。非常に頑丈です。手裏剣になります。おや、どうも、舞さんに負けてしまった様子。2戦目ですかね、これは。レアカードに傷がついたわ。あ、こちら山地形ですね。もしかしてこれ苦手地形だったかな。あー、山地形、アンデッド族の苦手地形になります。苦手地形ですと攻撃力、守備力が500ポイントダウン。移動力に影響は出ませんが、相手の土俵で戦わされますね。そう、RTA で彼女が壁と呼ばれる理由、ここにございます。RTA におきまして、遊戯王、こちら、初期デッキはアンデッドデッキが結構よく選ばれますね。こちら、非常に扱いやすいデッキです。ただ、ここですね、鬼門は。さあ、闇を引けた、よかった。というわけで、こちら、得意地形を生成しまして、なんとかしのげますね。ワイトで意見が分裂している舞さん結構そのスピードラン .com の方のガイドの方でも結構呪詛を吐かれているキャラクターではありますね。そのレベルなんだワイトとって一枚岩ではダメだな、ワイトシリーズは笑っちゃうからダメだな。よし、解説ものになったな。コメント欄の英語解説兄貴、非常に助かるな。ああ、本当にですね、敵デュエリストのズルが規模がすごすぎるんですよ、原作は。今このタイトルってすごいレアカードが付属してる話を、はい、あ、はい、ね、最初の方にも言っていただいたけど、はい、こちらですね、確かその3枚封入されているカード5枚とも全て結構レアなカードなんですが、特に本当にニュートの人気がすごかったんですね。妖精王オベロンなんかもね、結構レアなカード、全てのカード非常にレアですね。しかも高価カードなので、実際にデッキ作ってる方とかもたくさんこのゲーム買って封入とか荒稼ぎ人はいるのかもしれないな。かもしれないですね。サイファースカウター、あ、そうですね、封入対象ですね。はい、1本買うだけじゃ足りないですもんね。そうですねゲームを買って満足するしかねえ。そうですね、ニュートのウルトラレアバージョン、非常に高値で取引されていたという背景がありますね。戦わなければ生き残れない。まあ、総合的な売れ行きに関しては、まあ、触れないポートしました。ああ、そうだったんだ、そうですね、結構遊戯王ゲーム攻略本なんかもカードが封入されていることが結構今でも多いですね。そうですね、株価とかも結構絡んでくるところは大きくありますが、まあそこはね、うん大人の世界となりますのでおお、勝ちました、よかった、結構ここで詰まりますからね。舞さん非常に強いですのでMain. 見つかって2つ売るの天使の施しっていうのやめてもろて転売はダメだぞ、転売ダメだぞ、やめようね。
That's one reason why we run King Tiger, because he can just kind of move and not care. Also, we have... さ、次の相手はカジキですね。この作品ですと名前がソードフィッシャーマンになってますね。原作、こちら英語版だとマコになってますね。原作におけるカジキリュウタになります。こちらの人物、非常に貴重な真っ当な人物となっております。おっとおっと、やめてください。やめてください。花火はまずい。こちら原作におけるカジキリョウタという人物ですね。今作ではこちら、ソードフィッシャーマンとしてドーバー海峡を縄張りにしている傭兵になります。日本語版でも確かセリフ、なまりの部分はそのままでしたね。原作では、そうですね、生き別れになった父の後を継いで漁師として活動、そしても活動するデュエリストになります。とても気持ちの良いまっすぐとした熱血感のキャラクターになりまして、正々堂々としたデュエルを好んでいます。本当にまともな人です。海のフィールド効果を生かした水デッキを扱う人物になります。こちら愛用カードの伝説のフィッシャーマンに父親の面影を重ねている節がありまして、城之内とデュエルをしましたが、その際に父親に面影を感じる伝説のフィッシャーマンを墓地に送ることを渋ったために敗北するという一説がありますね。ただそこからちゃんと自立しなきゃいけないということで、その伝説のフィッシャーマンを城之内に託すというワンシーンがあります。そうなんですよ、お父さんの面影を感じるカードだから墓地に置きたくないっていうのが非常にちょっと泣かせる演出ですよね。こちらのゲームでもそうですね、海のフィールドを生かす戦い方をしてきますね。そうなんですね、伝説のフィッシャーマン、こちらカードとしてはちょっと城之内くんのデッキに組み込むには少し厳しいかなといった感じになります。さあ、ワンフを召喚しますかね。ワンフを 裏表示で場に伏せました。そうですね、城之内くん、サイコショッカーなんかもいろいろ使って、割とデッキテーマが、そうですね、なかなか表現が難しいキャラクターではありますね。ただ、個性がないわけではなくて、ギャンブルカードなんかも結構多めに組み込んでたかなといった感じになります。割といろんなカードを器用に使いこなせるという点では、すごいデュエリストではありますね。そうですね、コメントの方でご指摘いただいた通り、テーマはデッキテーマはギャンブル、そうですね。ただこの作品だと城之内くんがモデルになっているキャラクターは普通にレッドアイズ軸に使ってきたかな。城之内くん本当に逆境補正がすごいですからね。ありがとうございます。解説の方が、コメントの解説勢が。というわけで、大陸移りまして、次の相手いきましょう。というわけで、先ほどから話に上がっていました、こちら、ジョーノですね。原作における城之内活躍になっています。こちらの世界だと名前が確かジョーノが愛称で、本名クリストファー・アーズウィックになってますね。原作アニメではウエクスを経て遊戯の親友ポジションになりました。最初からお友達ではなかったんですね。最初はちょっと本田くんと共にちょっとからかったりいじめたりなんかしてたちょっと悪いやつでしたが、いろいろありまして、そうですね、牛尾さんの一件を経て親友になりました。ちょっとカッとなりやすい側面もありますが、男気あふれる仲間思いの熱い男になります。デュエルの腕前に関してですが、初期は非常に散々でしたね。初期は散々だったのですが、本編中さまざまな経験を経まして大きく成長しました。非常に
初期からかなり変わったキャラクターの一人ではありますね。城之内くん、非常に運のいいデュエリストでありまして、先ほどからコメント欄でもたくさん解説いただきましたギャンブルデッキを扱っています。そうですね、ポンコツデュエリスト、馬の骨なんか散々な言われようしておりますがあとそうですね、城之内くんといえば顎ですねでも非常にいいキャラクターですね。いわーくあれだな、ラーの攻撃食らった時のあれだったっけな。完全復活パーフェクト城之内様名台詞ですね。いや、城之内くんは本当に元気で明るいキャラクターではあるんですが、初期で語られた家庭環境は結構劣悪なんですね。お父様がちょっとですね、大酒飲みのちょっと荒れた生活を送ってらっしゃって、親は離婚済みで妹さんがお母様に引き取られてるんですね。またその妹さんもちょっと目の病気を患ってしばらく入院していたりなんかもしてますし、苦学生キャラクターになりますね。だいたい次回用具で殺されて、だいたいあの次回用具のせいですね。というわけで城之内くん、無事勝利しましたね。というわけでこちらの人物誰だとなる人が多いかと思いますが、こちら原作におけるシャーディさん、この作品では J ・シャーディ・モートンという人物になります。こちらシャーディさん、そうですね、コメント欄でもさ今ありました通り、神出鬼没にして素性不明の謎の多い人物ですね。こちら作中全編を通して様々な事件や事柄、事件だったり人物に関わっている人物ではあるのですが、時には事件の発端を作り出す黒幕のような役割を担ったり、時には遊戯を導くような立ち回りを見せることもあるといった、本当によくわからない方なんですね。詳細なことがわかるようになったのは本当に最近の劇場作品のザ・ダークサイド・オブ・ディメンションズですね。また彼のしゃべるセリフ、非常に意味深なものが多く、結構考察のしがいがあるキャラクターにはなります。そうですね、千年アイテム、持ってる千年アイテム2つございます。シャーディさん、確か千年錠、千年鍵ですね、鍵と天秤型の千年アイテム持ってますね。こちらシャーディさんについてちょっと詳しく知りたいと言いますか、その結局どんな人物だったんだということを知りたい方、ザ・ダークサイド・オブ・ディメンションズにて非常に重大な事実が明かされております。こちらぜひご覧になってください。シャーディさんも作中でのデュエルのシーン あったかな、確か。本当にこのキャラクターが本当に詳細がよくわからないキャラクターでして、とおっとちょっと辛そうですね、このデュエルね。あ、そうですね、うん、展開が厳しい状態になってますね。おー、ダルマで突撃。そうですね、こちらウイルス地形も非常に多くございますので、下手にモンスターを出せない感じになってますね。地形が結構多彩にあるので、戦う場所をうまく定めていかないと圧殺されてしまうなんてこともありますね。おっと、大丈夫か、耐えられるか。750、残りは1200。あ、大丈夫か、怖えな。ダルマキャノン、もう一発。1400。さあ、次のフェーズ、耐えきれれば、こちら勝てますが、いけるか。おっ。さあ、ムカムカ、来ました。
今墓地はどれだけ落ちてるかな。お、2300。十分ですね。Alright, and now probably the most, call it brain dead, but like you know, the most straightforward duel coming up here.こちらコメントで、あ、先ほどありましたシモン・ムーランですね。こちらシモンの顔、スゴロクおじいさんにそっくりというふうになってますね、設定では。こちらサイモンの方もスゴロクの人物といったところになりますかね。タヌカムかよ。やっぱりあの墓地参照とか非常に強いですね。強いですね。シャーディさん、しかし別人だな。本当にこの人だけ誰なの。I don't know if that'd be in the correct placement, but it is a very jank and good strategy. さあ、スゴロクじいちゃんですね。顔はスゴロクじいちゃんですが、この作品ではジャスパー・ダイス・チューダーですね。この作品ではジャスパー・ダイス・チューダーという人物になります。原作における武藤スゴロクになります。おお、ダメ。あのシーンすごく好きです。とこちらは、原作アニメ版では主人公武藤遊戯の祖父になります。こちら作中の舞台であるドミノ町にてゲームショップを営んでいるおじいさんですね。そう、お若い頃はなんと凄腕のデュエリストでした。そうですね、コメントの方で今補足いただきましたシモン・ムーランというキャラクター、こちらプロデューサーのシモン・ムーランさんが元になっているというキャラクターになりますね。ただキャラクターのグラフィックに関してはスゴロクニのキャラクターデザインになっているそうです。こちら作中で武藤遊戯が身につけているあの千年パズルですね。あちらを持ち帰ってきたのはなんとこちらスゴロクじいさんになります。お若い頃は世界を渡り歩いて名をとどろかす凄腕デュエリストであったと。またおじいさんになった今でも名を知られる人物でありますね。デュエルの腕前を生かして城之内君に稽古をつけてあげたりなど、こちら縁の下の力持ちになる立場もありますね。ただですね、その主人公遊戯の親族であったりとおじいさんという年齢からか、まあ、敵にさらわれる、負傷する、命の危機にさらされる、カードに封印されるなど散々な目に遭いがちなおじいさんになります。ただなんだかんだいろいろあっても元気にしており、続編の GX にも登場してますね。まあ、いわゆるヒロインムーブですね。下手な話、アンズよりもヒロインこと、ヒロインみたいなことしてますね。さらわれ系ヒロインですね。アンズちゃんもアンズちゃんで結構ひどい目にはあってますが。そうなんですね。実際2度封印されてます。こちら、スゴロク、このゲームの方では、エクゾディアに見せかけたバーンデッキを使ってくるという、すごいおじいさんではあります。というのも、リーダー、デッキリーダーがなんとエグゾディアなんですね。そうですね、遊戯王 GX 第2期ですね。第2期に登場しますね。結構長い時間その10代たち、主人公の10代君たちと行動を共にすることもあって、非常に印象深い人も多いかと思われます。まあ、そうですね、アンズちゃん気が強いですしね、ダンスやってますし。さあ出てきました、すごい鎧。こちらバクラですね。こちらの作品ではお名前はジャック・ケイト・モーティマーですね。原作におけるバクラ亮と闇人格バクラですね。今作においてはこちら、そうですね、主人格のバクラ亮の性格がほとんどなりを潜めておりまして、闇人格であるバクラの方が前面に押し出されていますね。こちらのより本当にすごいことになってますね。さあ、こちらウイルス地形非常に多くなってます。そうです、バクラデュエリストとしては非常に強いキャラクターになりますね。原作アニメ版では表人格の方は非常に美しい容姿で穏やかな性格、ちょっと毒の入った毒舌だったりと非常にまあチャーミングな性格をしておりまして、転校生なんですが、転校初日から女生徒にファンクラブができるなど非常に人気のある人物ですね。また結構ゲームが大好きなキャラクターで TRPG ジャンルが非常に好きであり、ゲームマスターをよく好んで務めるという設定がありますね。
で、こちら、なんとキャラクターとしてはちょっと結構ふわーっとした見た目、表人格の方はちょっとふわふわっとした見た目ながら退職感だったりしますね。彼はですね、どうやら彼と親しくなった人々が次々と昏睡状態に陥るという異変が起きまして、転校後もあまり周りに馴染めてなかったという背景があります。というのもこちらの原因、この原作でバクラ君が持っている千年リングというこちらの千年アイテムの中に潜む闇人格によるものです。こちら闇人格の方であるバクラ、今作の方で性格が表に出ている方ですね。主人格とは反対に非常に残忍な性格をしております。闇のゲームを展開して敗北した相手の魂を封印するという行為をたびたび行っており、バクラ君が仲良くなったお友達がどんどん昏睡状態になるっていう異変の原因は彼にありましたね。割と物語後半でもどんどん主人格よりもこちらの闇人格の方が表に出ることが増えていきまして、バクラ君といえばこっちの方が結構馴染み深いかなという方多いと思います。残忍な性格ですね。そうですね、闇人格の方、もともとはというとですね、古代エジプトの盗賊王と呼ばれる盗賊の魂になります。非常にかっこいいキャラクターなんですよね。そうですね、英雄さんがあのポケットモンスターシリーズのアニメーション作品に登場するサトシの声優を務めます松本里香さんですね。闇バクラの方の声が結構サトシっぽいので、闇サトシとしても流しられているキャラクターにはなります。闇サトシな。ただですね、本当に演技のそのギャップが非常にかっこよくてですね。おお、いいですね。ちょっと今苦戦してますね。これ大丈夫かな。やっぱ地形効果厳しいですね。うんうん、そしてまたやっぱ引きに左右されるんですね、この作品。カードゲームという形態上、どうしてもこちらの最初の初手の引きだったり、カードをまあ送って、カードをバーッと墓地に送った後の引き直しのカード運もありますし、そうですね、EST、1時間半を予定されていますが、あっと、サレンダーか。いやー、しかし本当にブレるんですよ、この作品。カードゲームはね、どうしてもそうなっちゃうんですね。というのも、カードゲームという形式を取っている以上、非常に強い運要素の避けようがございません。まあ、デッキの編集を行って不要なカードを抜いたり、戦略上有利になるカードをたくさん入れて勝ちやすくする、勝ち筋を作りやすくするという短縮方法ございますが、ございますがカードを引けなければどうしようもないんです。またこちらのカードの引きが良くても、相手も同じく引きが良くこちらのカードを除去したり破壊したり、非常に攻撃力の高いモンスターを素早く作ってこられたりすると、それはそれでまた厳しくなってしまいます。素早くクリアするためには、こちらが常に良い引きをした上で相手の引きが悪くなければならないという結構な運ゲーになりますね。そうですね、実際のオフィシャルカードゲームにでも強いデッキを組めても、うまくデッキが回らなければあっさり負けてしまいます。今回のデッキもですね、割と無駄を省いてるデッキ内容にはなりますが、やはり融合モンスターを引けないとというところもあります。また相手の最高打点も結構300と3000ですね、3000も悠々超えてきたりとかしますので、あ、いい感じですね。いい感じですね。黄金パターン入りましたね、うん、こうやって魔像だったりパンプキングだったりを引いた上で、紫水晶だったり巨大化でのバフが入ると安全に撃破はできますね。相手ライフ回復という特殊能力もありますので、長引かないうちに思いっきりマンモスさんで、はい、もう早い時はこれぐらいなんだ。さあ、だいぶ差がありますね。そうですね、うまくいく時とサレンダーしてやり直さないといけない時との差が非常に厳しいですね。そうですね、引き運が非常に重要になる作品になりますね。
そのため結構アニメシリーズだったり漫画作品の遊戯王シリーズ主人公の引き運非常に強いですねやっぱり、うんうんうん、そうですね。しかし何度見てもすげえ鎧だなさあなんとかバクラを撃破できました。こちら最後になりますかね。最後もう遊戯ですね。遊戯ですね。こちら遊戯この世界におけるヘンリー・テューダーですね。原作における武藤遊戯とアテムになります。こちらの世界ではどちらかというとアテムの人格の方が強く出てますね。こちらも原作の方の説明は言わずと知れたといったところですかね。あまり深く触れすぎるとキャラクターのネタバレにつながっちゃうので、まあ、ちょっと控えめにといったところで、こちらのフィールドちょっと原作ご存知の方だったらちょっとにやりとしちゃうような構成になっています。そうですね、確か王様、こちらアテムの方の新章世界ですかね。割とあの地形がごちゃごちゃしているのは原作再現になってますね。そう、こちらの遊戯の声優さん本来確かアイドルの方でしたね。ジャニーズでしたかね。そう、アニメの話が進んでいくにつれてどんどん演技が洗練されていくのがとてもかっこよかったです。さて、ただいまワームホールで相手のデッキリーダーの近くにワープしました。ベーシックインセクト召喚しました。そう、こちら遊戯のデッキリーダーブラックマジシャンとなっております。いやー、こういうのもじんとくるんだよな。 Okay. This is okay now.さ、融合。さあ、魔像、金色の魔像、さらに紫水晶、2700。残り800ですね。ですが、ここから。さあ、デスティニードロー。デスティニードロー。やはりこちらもデスティニードローの能力を有しておりますね。ですが、ここから。展開されることはないでしょう。バーンカードでもとどめけんないか。何でですが、まあ、ここは融合を使いまして、うん、パンプキンク。ハロウィンの時間だ、おら。なるほど。相手魔法使いですしね。うんオーカージ、そうですね。あれはバーンカードになります。さあ勝利。いやユギ、ユギさん、なんとか勝てましたね。さあこちらのスロットになります。こちらのスロット何かと言いますと、ちょっと最初の方に説明すればよかったな。勝利するとですね、相手のデッキのカードから何かしらのカードを獲得できるという、まあ、ドロップシステムになります。こちらのスロット、特定の絵柄を揃えますとさらにレアなカードがもらえるというシステムになっています。こちらも赤バラのデュエリストを倒しました。バラカードを集めまして、先ほどからの勝利したときに画面の左から右に流れていたあのバラ柄のカードは主人公が元の世界に帰るのと同時に瀬戸の願いを叶えるためのそのバラの大召喚術という儀式を行うために必要なカードになります。なるほど。というわけで、遊戯を撃破しまして、先ほどと同じように、ラスボスであるマナウィザンが召喚されました。しかしこのマナウィザン、先ほどと同じようにエジプトで安らかに眠っていた我が弟、前作のラスボスですね。そちら叩き起こして散々にカードデュエルでもてあそび、再度封印を施すなどという非道を働いたのはお前たちかと激高します。もう 全人種に魂奪ってくれるわと襲いかかってきますので、瀬戸は主人公に命じてデュエルで封印しろという形になり、デュエルが始まりますね。
2350, and that's the strongest turn one monster. しかし瀬戸、こちらの魔人が召喚された瞬間、ポツリとここも違うのかと落胆した様子でこぼしています。これが一体何なのかはこちら勝利した後にわかります。こちらのラスボス戦、最初、初手の地形がですね、こちら、初手で闇にできたということで、先ほどほど、そうですね、ウイルス地形に悩まされることがないですね。というわけで、ワームホールを使って相手のリーダーの前に近づき、コンボ失敗で、まあ、適度にデッキを回しつつ、スカルゴンを召喚、紫水晶で強化、召喚からの攻撃2200。そうなんですね、どっちの話も、まあ、瀬戸がまあその大召喚術を行った関係で魔人が呼ばれてます。実際、瀬戸の目的自体がこの神を召喚して何かするっていうことなので、まあ、仕方ない話ではありますが、まあ、大体瀬戸のせいですね。そうです。サクッと行くときはこんな感じなんですよ。早いですね。毎試合こうだといいのにな。All right, everyone. Thank you so much for watching Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. というわけでこちら、タイマー止まっております。先ほど、マナミザン撃破した際の U-Win の表示の時点で止まりました。GG ですね。GG です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、拙い解説になってしまい、本当に申し訳ございません。ありがとうございます。デュエルシステムの方、全く説明ができませんで。楽しい解説だったと思います。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、申し訳ない。こちらですね、通常のオフィシャルカードゲーム版とは全く違うルールになっておりますので、こちらのゲーム、ちょっと今、プレステ2ということで、ちょっと機材がない方は難しいかもしれませんが、ソフトの方はですね、非常に手に入りやすい状態じゃないかなと思いますので、もしお手に取られる機会がございましたら、ぜひ遊んでみてください。あ、エンディングは飛ばされましたね。そうですね。まあ、白バラ編のエンディングがですね、非常に良くてですね、できればちょっと解説したかったな。そうですね。もうそこいや、でも各自でプレイしていただいてということで、ね、非常にこれ、赤バラエンディングよりも個人的には好みですね。白バラエンディング、非常にかっこいいエンディングになっております。もしお手に取る機会がございましたら、ぜひ遊んでみてください。はい。というわけで、こちらで、この辺でよろしいですかね。そうですね。何か宣伝や告知とありますか？宣伝はそうですね。ちょっと自分自身そういったその配信等もやってる人間ではなく本当に一般視聴者からの飛び入り参加でしたのでなるほどいやもうこのゲームをぜひ手に取って遊んでくださいということで、はい、よろしいですか、はい、そうですね皆さんもし遊ぶ機会がありましたらよろしくお願いしますということでありがとうございました楽しかったです私もいやありがとうございますというわけでまた私も一視聴者と戻りまして楽しませていただきます、はい、ありがとうございましたはいありがとうございましたここまでの解説は私、ひじきがお送りいたしました。はい、ひじきさんありがとうございました。私、リヒトもここで司会進行を変わらせていただきます。ありがとうございました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。それでは一旦失礼いたします。失礼いたします。はい。
聞こえてますでしょうか。